皆さんこんにちは、ルイです。今月もブルーロック PWC の日がやっときましたね。今回のブルーロック PWC の日ガチャは今までで一番いいかもしれません。前回はちょっとダウングレードされていて微妙だったんですけど、このガチャはかなりアップグレードされています。ガチャを引く前に先にガチャの説明をしていきますね。まずこのガチャは1人3回まで挑戦可能となっていて、5枠の抽選となっています。1回目は1枠目が特別枠で 26% の確率でピックアップしたものが排出、2回目は1枠目が特別枠で 69% の確率でピックアップしたものが排出、そして3回目は1枠目が確定枠となっていて、ピックアップしたものが確定で排出されるような仕様になっています。そして2枠目から5枠目は厳選された星3と SSR のみが排出対象となっていて、1枠ごとの確率は 12.5% となっていて、そのうち 2.5% は ×2 の排出となっています。厳選内容は覚醒オシャ、覚醒ニコ、覚醒指導、クロスナギ、クロスレオ、クーンだあいつを、限定サポートカード2枚、イマジナリーフレンド、ザッツオールとなっており、最新のキャラとサポートカードのみが排出対象となっています。しかも2枠目から5枠目は各3回ずつ引き直しができるんで、星2だった時や貫突しているものが出た時にワンチャンスあるのがめちゃくちゃいいですね。このガチャの開催期間は5月31日までとなっていて、もしかしたら31日までにメモリアルジェム的なブルージェムの代わりに消費できるジェムが配布される可能性もあるんで、ちょっとでもお得に引ける可能性にかけたいっていう人は31日の15時ギリギリまで待ってもいいと思います。自分はもうすぐ限定サポートカード貫突なんで早速引いていきたいと思います。1回目のピックアップは限定サポートカードのナギバージョン、こちらでいこうと思います。 26% まずは引きたい、いきます。頼むぞ。演出はキャラ演出、キッカー国神、いけ。確定演出来てほしい。金ボールに光って右、お、確定演出。とりあえず1枚以上は確定。でも一番最初に止まってほしい。止まらない。26は外して、お、これは食うんだあいつを。最新サポートカード1枚出ました。3枠目、4枠目外れの5枠目も外れ。ちょっと 26% 外したの痛いけど、まだ大丈夫。ここから3回ずつ引き直しできるんで、まず3枠目から引き直していきたいと思います。いきます。止まってくれ。星2のナギ、引き直し来い。お、あー、ナギレオの方のサポか。とりあえずここでステイしておいて、次こっち行こうと思います。4枠目の抽選、星2の指導、引き直し残り2回。星2のルナ、引き直し来い。あー、星2のワニマ。さあ5枠目いきます。星2のシューバー、ここで止まってくれ。あー、星2のバロー、やばい。ラスト、これは出てほしい。あー、残念ながら出ませんでした。ナギレオレベルそんなに高くないんで引き直そうか迷うんですけど、一応もしかしたらここから一気に突できる可能性もあるんで、ここで確定しようと思います。1回目は食うんだあいつをとナギレオの限定サポカの2枚でした。ちょっと引き弱いかもしれない。2回目のピックアップは食うんだあいつをでいこうと思います。ピックアップ枠に限定ナギを設定して、もし 69% を引けて限定ナギが出た後に限定ナギのサポカが運よく ×2 で出てしまうと1枚分損してしまうんで、ちょっと強欲かもしれませんが ×2 が出る可能性も考慮して一旦食うんだあいつをでいきたいと思います。いきます。2回目、次こそ 69% 引きたい。サポカ演出、これは熱い。確定演出きました。アンリちゃんカットイン、ありがとうございます。さあ来い。全部 SSR と星3で終わらせてやる。来た、食うんだあいつを出てくれました。あっち、止まってくれ。よし、
ザッツオールかけるに来い来い1枚。それでは2枠目3枠目5枠目の引き直ししていこうと思います。引き直しまずは1回目。あー、星2のイガグリ、ここマジで止まってほしい。キャラかサポかどっちでもいい。できればナギ限定サポかかける2。星2の指導、2枠目は星2で終了。3枠目いきます。なんか引き直し運良くないな今日。ちょっと強欲すぎるかもしれない。無欲来い。あ、欲が出てた。3枠目も星2。さあラスト5枠目引き直しいきます。頼む、1枚でいいから出てください。星2のシューバーラスト。あー、マジで2回引いてクーンダイツオとザッツオール。今のところは4枚。なんかちょっとしょぼい気がするけど、このままラストも行こうと思います。3回目のピックアップもクーンダアイツオで、クーンダアイツオのレベルを一気に上げていこうと思います。それではラストいきます。次こそ全部の枠を埋めたい。演出は金色、確定演出じゃない。まあでも1枠目はとりあえず組んだあいつを1枚。ここからが大事。止まりまくれ、止まれ。嘘だろ、1枠も止まらない。そんなことがあっていいのか。ここから引き直し、大逆転しよう。ちょっと1個ずつ引き直していきます。パターンを変えます。4枠目、再抽選。さあ5枠目引き直し。おっと、全部星に。それでは2枠目に戻ります。来い、来た、ザッツオール。よし、しかも2枚。きたー。次は3枠目の引き直しいきます。星に4枠目の引き直し来い。5枠目の引き直し。このガチャ楽しいな。来た、これは覚醒2個1枚。それではラスト2回の引き直し、3枠目いきます。止まれ。あー、星2のライチ。4枠目、ここ出てほしい。ナギサポカ来い。来ない。結局ナギサポカは出ませんでした。最後はクーンだあいつを1枚、ザッツオール2枚、そして覚醒2個1枚の4枚、ということで合計3回ガチャを引いて8枚でした。多分運がいい人は10枚以上出てる人結構いると思うんですけど、皆さん結果をぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。